とりあえずおめでとう。あ、ありがとうございます。マスク外していいよ。苦しくない？大丈夫です。え、そんなに踏まなかった？しんどいほどは踏んでない？いや、しんどいですけど、うん、はい、しんどかったです。はい、強かったです。呼吸結構しんどいじゃない？終わった後って。あ、呼吸は今日はそれほどでもなかったですけど。あ、そう。はい、まあ楽な一番あったからね。いや、まあ強かったっすね。太田くん様様っすね。はい。うん、ね。まあでもね、あの初日ちょっとね、失敗して。まあ、失敗はしないんですけどね、うん、はい、まあ、着が悪かったというか、そうですね、ね、あの確定板上がらなかったんで、はい、ちょっと心配したけど、まあなんとか修正はできてるかなと思います、うん、で特にさ、松浦があんな感じになっちゃったからちょっと衝撃でしたね、はい、それ考えるとこれ俺ぐらい乗んなきゃいけないみたいなとこあったんじゃないの。まあなんとかそうですね、乗れてよかったです ね、 ね、で今日はね、あの後ろにずっと軍司がいたんでちょっとプレッシャーはありました ね、 ね、まあ、だからといって誰も来てないのに出るわけにもいかないですし、うん、ちょっと最後まで見ながらで、うん、あのタイミングは損なったんですけど、うん、ちょっとあれもちょっと踏むの前に踏むの遅れてたらうちも多分来たんで、うん、ね、全滅するところでした。危なかったです。でもあれ目あったんじゃない、軍司と。いや、ずっと目は合ってて、軍司もやっぱあんだけ見られてると仕掛けするみたいよ。いや、まあ仕掛けてきたらどうにか。でも2社でしたし、うん、まあちょっと難しかったっす。まあ、まあ最後ちょっと抜かれてしまったのはやっぱりね、少しでも太田に残ってもらおうかなっていう気持ちもあったと思うんだけど。いや、ちょっと まあでもあんだけ言ってくれてるんですね、うん、あれね、ちょっと後ろがね、内側でもずれたんで外が、あの踏みやすくなって杉村が伸びてきたんだよ。あはは。僕何着ですか？2着ですか？3着ですか？うん、清水2着じゃない？2着ですか？うん、外のスピードがよく見えたんで、ちょっとそうそう、外ね、伸びてきたんだ。ちょっと分かんなかった、そのゴールは。え、ゴールした時分かんなかった？まあ3か2かっていう、3着かなと思って。まあ結果はね、あの決勝には乗れるからという。まあそうですね、まあ乗させてもらったって感じですね。まあ、あとジュニエースがあるんで、はい、まあ、どんなメンバーになるか分かんないけど、はい、まあ、多分短期とか今回はバラバラの感じで乗ってるから、まあ、そうっすね。好きなことできるじゃない。はい、何でも。そうっす、なんかちょっと、うん、いろんなことできるとこ見せてくれよ。タンパクなんでね、最近。タンパクじゃダメだから。タンパクじゃダメっすね、はい、ね、ちょっといろんなことできるとこ、はい、そうっすね、最近出してないんで、うん、なんか清水にそういうの期待したいんだけど。したいっすね、そろそろやってもいい頃かなと。ね、うん、まあメンバー構成次第だけど、まあそうです ね、ちょっとまあ最終レース終わって、うん、はい、まあ時と場合によってはいろいろあるぞと。まあ総力戦で、まあ最近ちょっとね、力ないのに力勝負してるんで。まあそんなこともないだろうけどね。はい、ちょっといろいろ頑張りたいですね。うん、しっかりね、いい競争、はい、まあ優勝狙って、まあそうですね、優勝だけ狙って頑張ります。はい、お疲れ様でした。はい、だから一言最後に、あの、まあそれこそ本当決勝でガイチャーが多いんで、しっかりあのシビアにドロークサーク優勝を狙って頑張ります。はい、ありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございました。